はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第313回でございます。今週のテーマがおごる人、おごられる人というテーマでございます。で、ちょっと本編に入る前に、コロナウイルスがですねだいぶこう拡大していまして、で先日ヒカキンさんが注意喚起の動画上げられてましたけど、結構今言われてるのが若い方がですね、まあ、意識がちょっと薄いと。で、まあ、コロナウイルスは年配の方の方、年齢を重ねた方の方がかかると重症化しやすい、若い人はそんなにしないよというのが広がってますよね。まあ、それは事実なんでしょうけど、だからこそこうじゃ若い人が俺らかかっても大丈夫らしいぜ、じゃあいいよ暇だし外行こうぜみたいなのが割と広がっていると。いやいや待て待てとね、自分がかかっても重症化せんでも、自分があれめちゃくちゃ感染力高いから移してどっかでね、移してその人が亡くなる可能性だって大いにあるわけよ、ね、だからぜひね、まあ、うちのチャンネルは学生の方が多いですし、それをねいや分かっても大丈夫ですって意識されてる方の方が多いとは思ってるんですけど、まあ、まあ一つね意識をもう一回ちょっと察し直すというかいう意味で喋らせていただきました。みんなで乗り切っていきましょう。本当にね、個人プレイでやっていける、ね、ことではないと思うので。では、本編に行きます。で、今回はおごる人、おごられる人なんですけど、まあ、学生の方が多いので、なんだろうな、その食事をおごるなんていう場面がなかなかないじゃないですか。まだ経済力がね、そんなあるわけじゃないから。ただ、イメージとしては、じゃあ友達にちょっとジュースをおごるとか、そういった風に考えてて、それが、年齢を重ねていくと食事をご馳走するとか、まあ、ご馳走する金額、ご馳走、まあ、おごられる金額っていうのがちょっと増えていくだけの話なので、まあ、そういったことをイメージしながら聞いてもらえればと思うんですけど、先日ですねパスラボっていう教育 YouTuber のグループでね頑張ってるみんなとちょっと焼肉を食べに行ってご飯をねおごってご馳走してきたんですけど、自分割ともともと社会人やってた時、塾講師やってた時に上司だったので、そう一応教室長の上のエリア長っていう仕事をしてたので、割とこう後輩とか、まあにね、社員の方とかにご飯をご馳走する場面がちょこちょこあったんですよ。で割とご馳走するのが好きで、自分はただルールは誰でもかんでもおごらねえぞっていう自分が本当におごりたいと思った、ご馳走したいと思った人にはご馳走するんですけど、思ってない人には1円もおごらないっていう、そういうねちっちゃいね器が見え隠れしてますがまあそういうタイプで、でもともとご馳走される、その塾講師の前はあれです営業マンやったんで、その頃にはやっぱ先輩とか上司にねご馳走してもらうことも多かったから、まあご馳走される経験もご馳走する経験おごる経験も両方していく中でちょっと大事にしてることがあります。でみんなもきっと、まあ、今はそんなにないかもしれないけれど、これからね人生過ごしていく中で、まあ、男の子の方がご馳走する場面が多いかな、女の子がご馳走、まあ、おごられる場面が出てくるのかなと思うんだけど、そういった時に別におごるおごらないって普通の日常生活の中の流れなんだけど、一つちょっと意識することによってなんか自分の人生多少豊かになるんじゃないかなと思ってる。で間違うと自分の人生をこう不幸にするというかマイナスの要素にもなりうると思ってるの、おごるとおごられる場面って。なのでちょっと意識してるのね普段からすごく。でそれをねみんなと共有しておきたくて、だから今すぐに響くテーマではないんだけど、こうこれからの生きていく中でちょっと考えとして持っててもいいんじゃないかなと思ってね今回喋っていきます。でですよ、でね、で何かっていうと、まあおごる時にさ、人っておごる時の心理としていろいろ思うことがあるわけよ。何も考えずにおごりますっていうわけではなかなかないと思っていて、多少の下心とか出てくるわけよ。例えば男性が女性に、ご馳走する場面、おごる場面とかだったら、まあ下心あるよねある場面があるわけ。この人、この女性に自分が好かれたいとか、いい風に思ってほしいとかね、やっぱそういうのは出てくるわけよ。で、まあ、全部が全部もちろんそうではないんだけれど、その相手に、まあ、多少それは見返りを求めてるところあるわけで、それは仕方ないと思うんだよね。だってなんだろう、この人ケチって思われるんだったら、ああご馳走してくれる人なんだって思ってほしいなとは思うわけよ、ね、だから、そこは多少な見返りが出てくると思ってはいるんだけれど、基本的にご馳走したりとか何かおごる場面では相手に見返りを求めないことが自分の中のルールになってる。少し矛盾したことを言ってる風に聞こえるかもしれないんだけど、それが自分の中で大事にしてる意識なのね。
何かっていうと、例えばじゃあ先日のねパスラボの件を話すと、まあ、彼らは後輩でもある若いからね、まあ、後輩なわけよ。でその後輩にじゃあ自分がこれだけご馳走しましたと、だから俺この前こんだけおごったんだから今度行った時は同じぐらいの店で予約しておごってくれよっていうのは完全な見返りだと思う。でそういうのはないよって、それはちげえぞと思ってる自分の中で。で自分で思っているのはもちろん彼らにね、いい先輩だなって思ってほしいなっていうのは多少ある、多少はもちろん持ってはいるけど、自分がだからパスラボの子たちにしてみたら、自分たちが先輩にご馳走してもらう、まあ、おごってもらうって、まあ、それをさ嬉しかったっていう場面にできるかどうかは俺次第だから、そこはちょっと俺のね、力加減が出てきてしまうんだけど、それが嬉しいなっていう、嬉しかったなっていう経験をしてもらうことによって、彼らが先輩になった時に、自分らの後輩に同じような、だから受けた恩を違う人に渡してほしいっていうのがものすごい願いなの俺の中では。でそう思うことによって、例えば教育 YouTuber の界隈ってまだまだ本当にちっちゃな界隈なんだけど、それがみんながさそれで元気になるっていうかモチベーション上がってったらいいと思うし、ね、全体的に活性化していくと思うし、例えばそのパスラボにしてみても、パスラボにご馳走してもらった人にしてみても、それがいい循環になっていくと思っている。だからそういったまあなんだろうな、風潮というか流れができたらいいなって思っていて、それで、まあ、だからご馳走したっていうのもなんかそれまた言い方悪いかも、ただ単純にね彼らが頑張ってたから、ね、この前卒業したりとか、ね、医学試験ねスバル君受かったとかあったから、そのお祝いも兼ねてたんだけど、そうお祝いしたいなっていう純粋もあったけどさ、そういった思いをすごく持ってる。で普段はそれ言わないんだけど、この前スバル君にちょっと言ってしまったので、自分がなんだろうね、普段言わないようにしてるんだけど言っちゃって彼にだからまあ言ったし、せっかくだったらなんかそういう考えっていうのはなんかみんなに持っててほしいなと思ってる。それを強要はしないし、もちろん絶対持っとけよとは思わないんだけど、そういう風な考えを持ってる人が一人でも多くなったら、世の中ってちょっと楽しくなるんじゃないかなと思ってるわけよ。ギスギスしてる世の中よりはさ、と思ってて、だからなんか喋ったでね、ここからちょっと下水話になっていくんだけど、ここまでちょっといい話をしたつもりだったんだけどさ、ここからちょっと下水くなっていって、でね、まあ、おごるんだけどさ、おごるんだけどっていうかご馳走するんだけど、女性っていうか、俺がねもし女性に生まれ変わったらどういう風に、まあ、俺さすごく思うことがあって、また男性女性どっちに生まれたいですかって言われたら男性に生まれたいの。俺もう一回男として生きていきたいんだけど、1ヶ月ぐらいかなだけ女性としてちょっと生まれ、ドラえもんの道具とかじゃないから、なんか女性に生まれ変わって生活をしてみたいってめちゃくちゃ思ってる人なの昔から。女性として生きてみたい、1ヶ月ぐらいだけで、めちゃくちゃ男をはぶらかしたいっていうモテモテになってやるよみたいなのをすごく思ってて、なんでそう思うかっていうと、やっぱり男としてさ生きてきて、まあ、それなりに恋愛をしてきているから、女性男をこう手のひらで転がすなんか言い方悪いな、男を手のひらで転がすこう女性のテクニックというか、こうやったら男の人って喜ぶよみたいなのは割と把握できてる方だと思うの。なんだろう、まあそんな、なんだろうな、なんか恋愛マスターみたいな流れになってる、そういうわけじゃないんだけどさ、でもやっぱ思うわけよ。多分女性が今聞いてくれてたら、自分が男になったら女の子に好いてもらう、まあ、好きになってもらうのってこういうところにポイントしたらいいんだよっていうのが多分わかると思うし、逆にいやなんかさ男ってそれ大事にしてるけど実は女性に響いてねえからねみたいなこともあるでしょ、逆にそれ地雷だよ実はみたいなのもあると思ってて、そうだからそれをねすごく思うわけよ、女性になったらっつって。でその時に何だろうな、男性ってやっぱりおごりたがりとかご馳走したがる方も多いわけね、多いわけなんだけど、でも女性がこういう人には実はおごりたくないよみたいなのもあるわけよ。で例えば一例で言うと、これって女性もね、まあそれは別に何だろう、後輩とか関係なし、その下心とかも関係なしに大体ご馳走するんだけども、そのおごってくれて当たり前ですよみたいなテンションを出す人にはマジでおごりたくないの、本当に嫌だいやいや財布ぐらい出せよとかねって思っちゃうわけ、まあ、この辺はね俺の器の小ささだ、失礼。でも基本的には自分を出しますよって、同じ時間を共有したんで
出させてくださいっていうのがスタンスが見えてて、いやいや大丈夫ですよってっていう風にいきたい。でそれってね、実は男って結構見抜けると思ってる。まあみんながみんなかは知らん、でも俺は見抜けると思ってる。わかるもん、会話とかそのご飯の食事の時のその最後の方になってきた流れとかで、あこの人はおごってもらいたいってすげえ思っちゃってるなとかね、うん、割と人間の心理とか表情とかで結構こう読むのが好きなんで、読むっつってもそんなに大したことないけど、そうだからそういうのはやっぱり大事だよ女性で、あとね、よく女性の話とかも聞くことが多いから思うのが、男性よ、女性が100人が100人でみんなおごられて喜ぶっていうのを間違ってるぞっていう、自分がいろいろ話していく中で、女性って割と本当に何だろうな、好きな人というか、自分が思いを、まあ、片思いまでいかなくても好意を持ってる相手には実は、割り勘の方が嬉しいっていう方もいるんだよね。そう、何だろうな、どうでもいい相手、ただの上司で付き合いでちょっとご飯行きましたみたいなの人には何とも思ってないから、いやいやおごってほしいなって思ったりすることもあるらしいんだけど、本当に、好きな人でこれから付き合ってもいいななんて思ってる相手だったら、対等なフェアな関係で行きたいっていう女性って今すごく多いと思っていて、だからおごってもらうよりも割り勘で私も出すよって、同じフェアでいいよって、隣を歩かせてよみたいな風に思ってる方ってすごく多いなと思っていて、だからそれも何だろう、選択肢というかそういう人もいるって分かってるから、例えば話してる時に、ほんでおごられるのも嬉しいけど、おごられるよりは割り勘の方が嬉しいという女性もいるんだよね、いっぱいいるから、どっちなのかなっていうのはすごくこう会話とかの流れで感じるようにというか気をつけるようにはしてる。やっぱりそれがさ、次につながるか、次につながるというか、まあ付き合ったりとか次の食事につながるかどうかは置いといてなんだけど、そのご飯を一緒に食べましたっていう、例えば1時間とか2時間のその時間が終わりよければ全てよしじゃないけど、最後が崩れちゃうと、最後がああそうじゃないんだけどなって思わせてしまうと、その時間がさ相手に申し訳ないじゃん、楽しかったなって、そう本当その後につながるとかどうでもよくって、その2時間が一緒に話せてよかったなって、何かを得て帰れるなみたいな風に思ってもらえる時間って、やっぱ最後はすごく大事だと思っているので、そういう女性も多いからねっていうのは、男性学生のみんな覚えておくといいぞ。割とねこれ同世代で話してても結構勘違いしてるなっていう男性多いから、ひとまずおごっときゃ女って喜ぶんでしょってちげえわって思うもん、そんなに単純じゃねえぞみたいなねって思ってるので、よかったらつが参考にしてみてください。まあちょっと話がねそれちゃいましたけど、まあおごる、まあ自分はそういう思いでごちそうおごってますよっていう話と、なんかみんなが生きていく中でおごる時の心理で、おごられる時の気持ちとかも一個ちょっと改めて考えてみると、まあ、自分の成長まではいかなくてもさ、なんか思いをこう言語化することによって次に生かせるというか、うん、そのさっき言ったように一緒にご飯食べた時間とか、何かをご馳走してもらった時間っていうか、そのタイミングが自分にとってより有意義なものになっていくと俺は思っているので、まあ、改めてちょっと考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。はい、ということで今回のねダラダラジオは、おごる人とおごられる人というテーマで喋らせていただきました。冒頭でも話しましたけど、コロナウイルスがねおそらくまだ、広がっていきます。日本はこれから、まあ、オーバーシュートまでいかないと思います、ね、今踏ん張ってね、政府も踏ん張ってるし、個々の方が頑張って意識していくことによって踏ん張れると思ってるんですけど、ただまだ収束に向かうにはちょっとまだ早い状況ではあるので、皆さん自身ね、まず皆さん自身が自己防衛の意味を兼ねて、お体と大事にしてもらって、であとは周りの人への配慮も一人一人がしていくことによって、早く一日でも早い沈静化につながると思っておりますので、本当にね手を取り合って頑張っていけたらと思います。私もね意識して頑張ります。ではまた来週ね何か喋っていきますので、よかったらまた次回も聞いてみてください。今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。